海外作のゲームを日本語でプレイしているとき、どうも文字が小さいなと思ったことはありませんか？これは海外の方にも意識してほしいところなのですが、適切な文字の大きさは言語によって変わります。特に日本や中国で使われている漢字はスペースを大きめに使います。日本語と英語を比べたとき、漢字を含む日本語は同じ情報を持つ言葉が並べたとしても一文字一文字が大きめで、その分行の長さは短くなります。英語はアルファベットによる文字はシンプルで分かりやすく、文字が小さくても視認できるけど、その分行の長さは長くなります。フランス語になるとさらに文字列が長くなりがちだったりして、同じテキストスペースに対する情報の収まり方は言語によって異なります。一文字のアップ、一文字にある程度の情報量が詰まっている漢字と一文字の情報量が少ないアルファベット、もし英語のみを前提としたレイアウトを組み、テキストの変更に柔軟性がない画面表示を組んでしまうと文字が小さすぎたりして困ることになります。とはいえ昔に比べればそういうことも減っているような気がします。制作者が気を使うようになってきたのはもちろん、ゲーム機の解像度が上がり、フォントの格式もしやすくなってきているので、フォントの大きさを選べるようなものも出てきました。これは非常に丁寧な対応です。比較的おしゃれな画面作りを目指しているゲームなどだと、余白の多さからこういったこともしやすいのかもしれません。スイッチのように携帯ゲーム化を前提とする作品なら、本当は比較的大きく組まれることが多いです。必ず携帯機で確認はしているでしょうね。小さすぎたらすぐに問題に気がつきます。ただ文字がやたら大きいとクールな感じは減るかもしれませんね。なおファミコンのように解像度が低いゲーム機においても 8×8 ドットで頑張って漢字を書いていました。割と脳が補完してくれるところがあってちょっと面白い。これ何の文字に見えますか？